目が覚めたらやばい場所にいた。カーブ。YouTube で10分で見れる短編映画です。まあ有名ですね。女がいる。って目が覚めるんです。って女超ビビんの。なぜなら自分がいる場所は急斜面のこのギリの部分にいるから。その奈落の底は見えない。てかなんでここにいるかすら思い出せないと。ほんでその奈落の底から音がする。キーやかましい。黒板のあれくらい不愉快ですよ。だから女はこうやって落ちないようにうーって気張るんです。だけどこのカーブが絶妙でございまして。だからちょっと体を動かしただけでズズズっと、ちょっとずつ滑っていく。落ちそうだけど落ちないけど落ちそうくらいの角度なんですよ。これが職人の技。後世に伝えたい。そしたらついに雨まで降ってきてさ、パタ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 。そしたらもう摩擦がなくなってツルツルですよ。もう、こんなに雨雲が憎かった日はない。果たして女の行く末はいかに。